江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、こちらでございます。ポン。ちょっと写真が大きいですね。K国の武器輸出にポーランド下院議長がね、無効化するぞということで、まあちょっと激しい表現ですけど、無効化するかもしれないと言ったらしいですよ。じゃあね、見ていきましょう。グーちゃんお願いします。ポーランドは政権が変わったんですね。ポーランドの新政府が前政権で10月の総選挙以後に締結した契約を無効化できるとポーランド下院議長が明らかにした。10日、現地時間、ロイター通信によると、野党連合の一員である、ポーランド2050所属のシモン・ホロブニア下院議長は、同日、ポーランドの民間放送、ラジオジェットに対し、法と正義党、PIS 臨時政府が署名した合意は、無効になる可能性もあるとし、10月15日の総選挙以降、PIS は予算を使わず、国家管理だけに権限を制限すべきだったと述べた。ロイター通信は、K国の防衛産業輸出にも飛び火する可能性があるという観測が提起されていると伝えた。10月15日の総選挙で執権党であり民族主義志向右派保守政党である PIS は、下院で 35.4% を得票するにとどまり、第一党になったが、過半数確保に失敗した。欧州連合 EU 首脳会議常任議長を歴任したドナルド・タスク元首相率いる市民連合 KO が主導する野党連合が過半数の議席を獲得することに成功し、8年ぶりに政権奪還を目前にしている。ロイター通信は PIS のモラビエツキ首相が信任投票で予想通り敗れた場合、親欧州政党の野党連合が11日に政権を握るものと予想されると伝えた。新政府の国防長官と予想されるポーランド農民党 PSL のウラジスラブ・コシニアーク・カミシ代表も前日の9日同じメディアを通じて PIS 政府が10月15日以後に締結した契約が分析と評価を得るだろうと明らかにした。コシニアーク・カミシ代表はポーランド防衛産業への投資の重要性も強調した。ポーランドのマリウシュ・ブワシュチャク国防長官はコシニアック・カミシ代表のこのような発言に対して契約を取り消すという宣言と同じだと反発した。ブワシュチャク長官はソーシャルメディア X に、彼らは K国から持ち込む装備をポーランド軍需産業の装備に代替すると大衆迎合的な話をするだろうとし、結局何も得られないという内容の文を載せた。ロシアのウクライナ侵攻後、国防力増強を図っているポーランドは、K国と数十億ドル分の兵器購入契約を締結し、K 防衛産業の大物として浮上した。ただ、ポーランドの政権交代問題に資金不足まで重なり、武器輸出契約が失敗に終わる恐れがあると、英経済誌フィナンシャルタイムズは先月報じた。はい、というね。そりゃ、自国の防衛産業にお金を使った方がいいよね。はい、じゃあこちらに対してですね、K国の反応を見ていきましょう。写真がでかい。それではですね、1人目、こちら。いつも左派が問題だね。わら1713。お金をもらえなさそうなら最初から輸出するな。輸出ができないからといって我々が残念に思うわけでもない。私たちじゃなければ、本人たちの国防力増大も不可能だと思うんだけど、嫌ならそれでいいという風に交渉しなさい。32。お金をもらえないようなら安くもしないで、最初からなかったことにしなさい。武器を売ってお金をもらえないのはありえない。11.1。こんな風にすると、これからポーランドは他の国と未来産業や無期契約はするのが難しくなるよ。軽率な発言、K国の信頼を失えば、すべての外国の信頼を失い、誰が借款形式の輸出をするだろうか。もう、第二のウクライナになるのは時間の問題。20。K国の信頼を失えば、すべての外国の信頼を失う無知なポーランド。国家間の契約を政府が交代したという理由で、前政権で結んだ国家間の契約を一方的に無効化できるのか。20。おう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 、何言ってんだお前ら政権が変わったから利権を自分たちが手に入れるべきという意味。10。政権が交代したという理由で前政権が結んだ国家間の契約を一方的に無効化できるのか。おいこれらもムンジェインの慰安婦合意を破棄するのを見て習ったのかな。10。じゃあ何やられ返されちゃったのザマミラ。はい、じゃあですね、チャットの反応いきましょう。お前らやってんじゃねえかよ
どの口が言うのか。はい、じゃあ上の方からいきますかね。あれれ W 法則発動だよ、わら。武器の在庫が溜まってよかったじゃないか。これで北の侵攻に備えられますね。何か送りつけたっていうか納品したって情報なかったっけ。ポーランドにいっぱい売ってたよね。うん、もうなんかね、納品始まったって、1時2時あるんだよね。多分これ2時の分だと思うんだけど。ポーランドがポーンコツになってしまうにだ。あら、お得意技を取られた感想は？契約や条約は必ず守らなければならないにだ、お前言う。政権変わったら決め、ことはきできる国ですから文句は言えないよね。前政権の約束を法具にする国がどこかにもありましたよね。あれだね、国家間の約束を法具にする警告は文句言えないね。だって契約履行できないんだから仕方ないよから。ポーランドとしてはレオパルドの型がいいだよね。予算確保が難しいからどうしようもないね。金払って技術提供するんじゃなかったの、わらわら。今の警告で兵器以外で外貨獲得する方法あるの？なんだ、使い物にならないからもういらないって結果を望んでたのに。こんなこと言っててブーメランの気配を感じないのかな、わら。警告の信頼なんか失っても痛くも痒くもなかろうよ、わら。お前らの常套手段じゃないか。いや、信頼失うの警告だけだから、他国は失わねえから。左派が問題？何言ってるんだよ。お前らは自分がいつもやってることだろ。他人がやると批判するいつものことか。警告が国家間合意を無効化したから警告相手なら当然の行動だね。お前らだから契約を無効化してもいい国家認定されてんだよ。ブーメランを持った手で後頭部ぶん殴っていくスタイル、わらわら。政権が変わるたびに変えてるのお前らだけどな。はい、ということですね。それではこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、評価、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは、また。